ゆうてん TV をご覧の皆さん、どうも。この足を登って俺のとこに会いに来いよ。ゆうてん TV でございますって言ってね、前に住んでたマレーシアでもそうなんだけど、俺が普段生息してる場所っていうのはてめえたちが想像してるよりもはるか高いところにいるよねっていう話だから、てめえたちはこのはしごを使って頑張って俺がいる位置まで登り詰めて来いよっていう話だよね。まあ、ただ登り詰めてきたからといって、当たり前にチャラ男で有名なこの U20 は可愛い女の子以外は部屋に当然入れないよねっていう話だから、はしごを登ってあと一歩というところで君たち以外に関しては全員蹴落としてやっからっていう話だよね。まあ、今回ね、このゆうてん TV を通してね、まあ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかのね、先日謝罪動画を削除して、またしても炎上してしまった、エミリンのせいで、このゆうてん TV までもが巻き込まれてニュースサイトに載ってしまったと、いうことでね、もういよいよエミリンのせいで、このゆうてん TV まで香ばしく仕上がりかけてるよねっていう話だからね、まあ、このゆうてん TV 撮ってるよねっていう話だよね。本題に入る前に、U20 ネックレスの形なんか変わってねって思ったやついるかもしんないんだけど、まあ、実はこれは結構何ヶ月か前の U20TV でも言ってたんだけど、とにかくマレーシアには可愛いシルバーアクセサリーの店が皆無だと、そう嘆きつつマレーシアで暮らしてたよねっていう話なんだけど、当然日本に帰ればありとあらゆる可愛いシルバーアクセはそこら中に売ってるよねっていう話だから、そんなアクセブランドの中でも俺が一番愛してやまないジャスティン・デイビスのネックレスゲットしちゃったよねっていう話だよね。まあ、このジャスティン・デイビスのネックレスが一体どんなものなのかっていうのをてめえたちにめちゃくちゃ近くで見せてやるとすると、これ結構トップがちっちゃいやつだから、まあ、近づいてもなかなか見えないかもしんないんだけど、骸骨の男と女が何やらやらかしちゃってるよねっていう話だよね。もう俺はこれを見た瞬間に完全にこのデザインに一目惚れしたよねっていう話だし、もう何も無意識なままふと気づいた時にはすでにジャスティン・デイビスの紙袋を手に握っちゃってたよねっていう話だよね。まあそんな感じで、いよいよ何年か越しにこのジャスティンのネックレスゲットしちゃったよねっていう話だから、このままの勢いで、まあ次は両腕にブレスレットだったりバングルも欲しいよねっていう話だから、さらにアクセをジャラジャラつけてチャラ男を極めたいよねっていう話だし、この U20 にどうしてもジャスティンのアクセをよこしたいと、まあそう思ってくれてる君たちに関しては、いつでも俺は一緒に買い物に出動する準備はできてるよねっていう話だから、ぜひこの機会にこの U20 にアクセサリーをよこしてほしいよねっていう話だよね。ちなみにこの U20 は右手にはこういう風に指輪をつけてんだけど、左手には一切指輪をつけないポリシーを貫いてんだよね。これはなんでかっていうと、例えば女の子とデートをするときに手を繋いだときに相手の手が痛くなんないようにっていう配慮に決まってんじゃんっていう話だよね。まあそういう完全なチャラ男的発想で俺は日々生きてるよねっていう話だし、このネックレスに関しても完全に卑猥さ極まりないよねっていう話だから、まさにこの俺を象徴するようなアクセと出会えて俺は本当に幸せでしかないよねっていう話だよね。そうだから特に男で俺みたいにジャスティンだったり、例えばクロムとかもそうだと思うんだけど、ゴツめのシルバーアクセが好きなてめえたちに関してはマジで手をつなぐ方のどちらかの手は絶対に開けておけた、それが男にとってもマナーだからっていう話だから、決してそこは自己満に走らずに相手の手のこともちゃんと考えた上で優しく手を握ってやってほしいよねっていう話だよね。さあそしてようやく本題に入らないっていう話なんだけど、まあ、先日俺も動画にした通り、エミリンは1月に出した謝罪動画をまさかのこのタイミングで早々に削除してしまったと。そしてしれっと削除したつもりが、当然ファンだったりアンチもそうだし、例えば俺みたいなモノモース系の YouTuber にも秒で知り渡っちゃうよねっていう話だから、瞬く間にその情報が広まって炎上を視聴者に忘れさせるために動画を消したはずが、まさかの自らガソリンをかぶって再炎上してしまったいうことで、せっかくの今までの火消しの努力も台無しになっちゃったよねっていう話なんだけど、ただそのことが世間の注目を集めたこともあって、まあもちろん日本の YouTube 系のニュースサイトの中でも最大手の一つであるユーチュラでも取り上げられちゃってたわけなんだけど、まさかのそのエミリンの記事の中にこの U20 の名前が完全に入っちゃってたんだよね。そしてそのユーチュラの記事には一体なんて書いてあったのかっていうと、3月14日エミリンは1月8日公開のいつも応援してくださっている皆様へを非公開にしました。ちなみにこの動画はエミリンのチャンネルの中でも最も再生数の多い動画、2月19日時点で637万再生となっていましたと。当時は特に注目を集めていなかったようですが、 U20 やミズニャン、これこれ、よりひとといった YouTuber がこの話題を取り上げたため批判が高まっている様子と、そういう風に書かれてて、まさかのこの U20 が例えばミズヤンだったりコレさんだったりヨリヒトだったり、そういう名だたる面々を全て抑えて完全にトップに書かれちゃってるよねっていう話だよね。
ていうかこの4人を完全に見比べてもこの U20 の登録者まだまだめちゃくちゃ少ないよねっていう話なんだけど、それでもなおこの中に肩を並べれたっていうことは完全に光栄極まりないよねっていう話だし、この U20 の名前をトップに持ってきたユーチュラには本当に感謝しかないよねっていう話だよね。そうだからこの U20 はそのユーチュラの記事を見て、もともと整った顔立ちで高い鼻がさらに高くなって天狗20になっちゃうよねっていう話だし、この U20TV を見てるてめえたちもようやく推しの YouTuber がその立ち位置まで来たかと、それを胸にもっとこの U20 のことを誇らしげに思ってくれていいよねっていう話だし、例えばまだこの U20 を知らない愚かなてめえたちの友達にもぜひこの U20 の名前をもっと広めていってもらいたいよねっていう話だよね。そしてスーパーポジティブ勘違いチャラ男であるこの U20 は YouTube の記事で他の有名モノモース系 YouTuber を全て差し置いて U20 の名前をトップに持ってきたっていうことは、これは間違いなく YouTube が U20 を推してるっていうことは間違いないよねっていう話だよね。だからもしユーチュラの記事を書いてるてめえがこの U20TV を見てるんだったら、いつでも俺はユーチュラのためにインタビューでも何でも受けてやるからっていう話だよね。ただもしインタビューのオファーを俺にしてくるんだったら、当然サイトの中でもトップに持ってくるようにちゃんとやれよっていう話だし、当たり前に時間制でギャラを取るからてめえだとまじ勘違いすんなよって話だよね。まあただ先日の U20TV で企業のてめえたちにも言ったように、今ならまだ他の YouTuber たちに比べて全然格安のギャラで引き受けるよねっていう話だから、そうやって企業だったりサイトを運営しているてめえたちとは完全にウィンウィンの関係で繋がっていきたいよねっていう話だよね。そうだから今回炎上してしまったエミリン本人に関しても、てめえも早く今のうちに俺にコラボの打診をしていた方がいいんじゃねっていう話だよね。だって朝倉未来の数倍 YouTuber 界の消防士に俺は向いてるよねっていう話だし、例えば炎上の火を一瞬で消し去る方法だったり、あとは黒歴史を消す方法も当然知ってるよねっていう話だし、もしくはそれとは全く関係ないチャラい企画動画だったり、そういうのも全然俺はやってのけちゃうよねっていう話だから、今後例えば俺の方が有名になっちゃうようなことがあれば完全にお断りせざるを得ない状況にもなりかねないよねっていう話だから、だからこそ今のうちに初期投資を兼ねて俺にコラボの打診をしておくのは得策なんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。まあそんな感じでね、まあ今回はねエミリンのせいでこの U20 がいよいよユーチュラにて鮮烈なデビューを飾ってしまうということでね、もうあまりにも嬉しすぎるがあまりこの U20TV 撮ってるよねっていう話なんだけど、もちろん当たり前に俺はこれをラッキーとして終わらせたくないよねっていう話だから、これからもユーチュラだったり他のニュースサイトにも取り上げられるようにどんどん注目を集めていきたいよねっていう話だし、この U20TV を見てるてめえたちにとっても俺がどんどん知名度を上げていくこの過程を見守ってほしいよねっていう話だし、新参のファンたちに向けて完全に子さんを名乗ってマウントを取ってくれよっていう話だよね。そしてまだこの U20 のチャンネルを登録してない、明らかに空気を読めてないてめえたちに関しても、今チャンネル登録をしておけば近い将来上位 3% だったりそれ以上の存在になれるよねっていう話だから、ぜひ今のうちにチャンネル登録をして、そして俺とてめえたちで新しい景色を見に行こうじゃないかと、その気持ちで俺はこれからもてめえたちと一緒に夢を叶えに行きたいよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まだエミリンはこの謝罪動画に関しての釈明とかを一切してないよねっていう話だから、まあ今後のエミリンの動きにも注目していきたいよねっていう話だし、いつしかやらかした YouTuber たちよりもそいつらに物を申してるこの U20 がメインで YouTuber に取り上げられるぐらいに頑張りたいよねっていう話だからね、また次回の U20TV もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 On the my way